はい、アコギチャンネルです。今回はコードが綺麗にならない一番の原因を説明します。コードが綺麗にならなくて悩んでいる方がいらっしゃると思います。僕も初心者の頃、コードが綺麗にならないと力を入れて弾き、指が痛くなり弾けなくなってしまうという毎日を繰り返していました。コードを綺麗にならすためには力を入れて押さえればいいんだという考えが根本的に間違っていました。その間違いに気づかない限り、コードは綺麗になりません。この動画を見ると、コードが綺麗になる一番大切なポイントがわかりますので、最後まで見てください。アコギチャンネルでは、ギター初心者がうまく弾けるテクニックや作曲方法、オリジナル曲を配信しています。チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。また、東京でギターの個人レッスンをしてますので、早く確実に上達したい方は、概要欄のホームページからお問い合わせください。それでは始めます。コードが綺麗にならないのは、自分の押さえやすいフォームでコードを押さえているのが一番の原因です。コードは不自然な指のフォームで押さえます。コードが綺麗にならない人は不自然な指のフォームで押さえるのが辛いので、自分にとって楽な指のフォームで押さえようとします。そうすると音は綺麗になりません。自分にとって楽なフォームで押さえている限り、コードは一向に綺麗になりません。ではどうすればよいのか。その答えは正確なコードフォームを押さえるために、指、手首、肘を調整して押さえるです。自分にコードを合わせて押さえるのではなく、自分がコードに合わせて押さえるというのがポイントです。コード表と全く同じ指のフォームで押さえるのが理想です。例えば Bm コードを押さえてください。コード表と全く同じ位置を押さえていますか？Bm コードの音が綺麗にならない方は、おそらくコード表と全く同じ位置に押さえていないと思います。Bm コードを正しく押さえるためには、指だけでなく手首と肘の位置を調整する必要があります。具体的に説明すると、手首を前に出し、肘を横腹に近づけて、人差し指の左側で弦を押さえます。そうすると音が綺麗になります。もし自分が楽な押さえ方で押さえようとすると、手首は前に出さず後ろに引いている。肘は横腹に近づけず開いている。人差し指の左側ではなく中央で弦を押さえている。といったフォームになります。このフォームで押さえると音は綺麗になりません。コードをきれいに鳴らすためには、自分が押さえやすいフォームで押さえるのではなく、コードに合わせたフォームで押さえることが一番大切です。Bm コード以外のコードも他の動画で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。それではこれでコードがきれいにならない一番の原因を終わりにします。この動画が役に立ったと感じましたら、高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。あなたもアコギチャンネルの仲間になって一緒にギターや作曲を頑張りましょう。ご視聴どうもありがとうございました。